インドヒラ巻き貝、学名インドプラノービスエクス,スタスは、インドや東南アジアを原産とする優廃類の巻貝の一種。古くからレッドスネールの通称で呼ばれ、干渉魚の水槽にガラス面に付着して繁殖する藻類を除去する目的でタンクメイトとして導入され、その目的で販売されることもあった。しかし、インドヒラ巻き貝や酒巻貝のように優廃類の巻貝で、 アクアリウムの環境に適応しやすい種類は、水槽内で容易に繁殖して、急激に個体数を増し、水草すらも食い荒らすことがあるためにあまり好まれないようになっていった。今日では、水槽内で繁殖させることが困難で水草を食べる、性質を持たない、アマオブネガイカの石巻がいなどが、好んでこの目的で用いられている。繁殖が容易なことから平家ボタルを飼育繁殖させる。 最の幼虫の餌として用いられることもある。以上の経緯から、水槽内で繁殖した個体を川に流したり、インドひらまき街のついた水草を川に捨てたりしたことにより、日本各地の河川でも野生化して定着し、いわゆる外来種として問題になっている。ありがとうございます。